艦島、軍艦島、正式名称、はしま、はしま、はしま。石炭とっても質がよく、質がよく、質がよく、黒いダイヤと呼ばれてた、呼ばれてた、呼ばれてた、ブラックダイヤモン、ブラックダイヤモン。24時間眠らない軍艦島の人口はなんと5300人、なんと5300人、人口密度が世界一、石炭を掘る人、お店をする人、家事をする人、先生する人、みんなみんな頑張ってる。軍艦島、軍艦島、みんな友達、みんな家族、子供も大人も関係ない。軍艦島、軍艦島、戦時中でも豊かな暮らし、お金もいっぱい持っていた、食べ物だって持っていた、黒いダイヤがあったから、黒いダイヤがあったから、戦時中でも大きな団地作り続けていたのです。軍艦島は昔、軍艦島は昔、緑なき島と呼ばれてた、緑なき、緑なき、緑なき島。軍艦島は今は、軍艦島は今は、緑の草木に包まれて、緑の草木に包まれて、緑の草木。